ジュネーブ発部熱屋業のユーロ式として運用されるイットル610ペンドリーノとはイタリアの高速列車の内車体系車式電車による列車を指す通称。イタリア語でフリコを意味するペンドロの派生後。イタリアでは1978年に欧州発の高速新線がミラノフィレンツェ間の一部区間で部分開業を迎えた。1983年には 時速 250km 運転を実現している。しかし、その後の整備でフランスドイツに遅れを取り、全線が開業したのは1992年になってからである。開発はイタリアの自動車メーカーとして有名なフィアット社の鉄道車両部門である。山岳国有え線形の悪い線区が多く、古くから車体傾車式車両の開発に熱心だった国である。 1957年と1967年には、車体系車式車両の試作車2種類が製作され、1971年には、後のペンドリーノの原型となる試作車 Y-0160 が、フィアット車により完成された。フィアットの元からの技術に加え、イギリス国鉄が1970年代に開発した。 APT の 370K の技術も購入して、1975年には初めて営業投入される1トル401が完成した。在来線区間のスピードアップを果たすには、曲線通過速度の向上が不可欠と言えるが、日本で実用化された台車の揺れ枕に組み込んだ、この装置による自然振り子方式ではなく、油圧シリンダーで車体そのものを8度前後傾斜させる。 共生者体系者式を採用しているのが特徴である。また、国内の高速新線では最高速度時速 250km での走行も可能で、イタリア国内に一大ネットワークを構築した。高速新線の走行も考慮されているが、高速新線でない在来線でも安価に高速化を実現できるため、イタリア以外にも多くの国、主に高速新線を建設するほどの需要や、 経済力がない国に輸出されている。現在はかつて370型が試験走行したイギリスの西海岸本線にもペンドリーノの技術を採用した390系ペンドリーノブリタニコが導入されている。その後、欧州各国でも採用され、在来線の高速化に大きく貢献している。その他、ルーマニアでの導入の動きがある。 必ずしも高速新線を必要とせずに安価に高速化が図れることから今後も勢力を拡大するものと思われる。ありがとうございます。